天水が濃い UH 天水が濃い UH の入り口 UH にあるファストフェドキオスク天水が濃い UH は香港の元明らく天水が濃い店カシワロ1号にあるプールである。1995年7月22日にオープンし、降楽、文化事務所が管理している。アマネジ村や店はカルソンに近い。周辺には天水が濃い市中心の天水が濃い体育館があり、 プール内には、遊戯プールのほか、ウォータースライダー3機、日光浴のできる、デッキチェアなどが備わっている。2015年夏、降落、文化事務所は、各公共プールの入場料を一律平日17本コンドル、休日19ドルに設定した。また、60歳以上の高齢者、3から13歳の児童、全日制学校の学生と同伴者1名に、 関しては8から9本コンドル、3歳以下は無料となっている。また月間入場券は、大人が300ドル、子供、高齢者などは150ドルである。プール内には子供用施設もあるが、12歳以下の子供は成人の保護者同伴でないと入場できない。遊泳時内には、訓練プール、修営プール、遊戯用プール、嬉しい水池、スライダー、日光浴場、 プールサイドデッキチェア、家庭用更衣室、トイレ、観客席、電子点数版がある。また、ファストフード店も設置されており、午後6時まで営業。男女更衣室にはそれぞれトイレ、シャワー室、ドライヤー、椅子とロッカーが設置されている。他に、紙幣両替機が用意されている。障害者向けの通路、更衣室、トイレも存在する。 毎年4月から10月の間オープンしている。冬季は閉鎖。毎週木曜日は清掃日となっている。木曜日が祝日に当たる場合、翌金曜日が清掃日となり閉鎖される。プール内は全面禁煙である。ありがとうございます。